ワンチームの風土を醸成し、社員にとって透明性の高い業務運営を行います。今月から新たな経営体制となった日産の内田誠新社長が就任会見を開きました。日産はゴーン前会長に権力が集中した反省から、内田社長など最高幹部3人による集団指導体制を取ります。ルノーとの関係については、会社の独立性を維持しながら活動を続けていきたいと述べ、経営統合には否定的な考えを示しました。